台湾人のカメラマンと書道家による展示会が福岡市内で開幕しました。这一次是意象书法，这意象书法里面有三支笔或四支笔，然后在同一个画布上面用亚克力颜料去写，它写起来感情会更丰沛，然后意象会更多，所以我觉得我在写的时候，有比以前用黑色的墨写起来有更多的感情在里面，那好像不是只有认识中文的人看起来有趣，让不认识中文的人外国人看起来也会很有趣，所以我就觉得我做起来更有成就感这样。二人ですね。台湾元々台湾出身台湾在住の陳清源先生と後ろでカメラ持つの ジョーさんね、日本在住ですね。日本国籍を持てるの二人のすごく日本好きな方ですね。この10年の間で大学で書道を教えて講師を話して大体小中学校の先生たちにね夏休みを集まって日本の文化深いところで別に連れて日本の経済のためじゃなくてね貯金はしないでいつも田舎を、ね、訪問して、私は知ってる範囲で、近くで、今日も遠いところで武田がこれだのアナウンサーのところで縁があってそこの工場の月かな年太郎の故郷でそれの下町で、いろんな交流をやってですねそれは本当に私は一番最初はこういう方がおれば本当に日本と台湾の架け橋になるとこの日はね、1月から3月までだけの統計を見ますとね、そんなにね開いておりません、しかもですね3月一月のみの統計を見ますと台湾はですね訪日観光客が、20万8500人です。約21万人ですね。初めて韓国を抜いてですね1位になりまして2位は韓国の19万、2300人です。そして3位はね中国の18万人です。この1月から3月までのこの59万8000人の訪日台湾人観光客のペースでいきますと、昨年同期比ですね、41.8% の大幅増です。この勢いでいきますと今年年内にね台湾政府が2016年日台の総合訪問者数400万の目標ですね2年繰り上げて達成できると確信しております。だからこの400万のね両国のこの人的往来でね交流があったということはですね日本の国国交のある国に比べてもですね例えばアメリカイギリスとかね、比べてもね、遜色ございません。いかにね、台湾は日本との関係、緊密ということですね、ぜひ皆さんも知っていただきたい。是因为我本身有两个家，一个是在台湾，一个是在日本，然后就以这个家为主题，就做创作这一次的东西。当然，透过这样的镜头，能够希望就是说有更多的人来认识，不同的环境有不同的表现的方式。我觉得福冈是一个非常适合人住的城市，每次来这边都很愉快。很多好朋友，然后他们都带我去吃最好吃的拉面，吃最好吃的豆腐料理，然后还有很多水果很好吃，就觉得来福冈好像回到自己的家一样，已经来12次了。台南当然我们从小吃到大哈，就觉得是吃起来当然就是家乡的味道，可是这个来福冈可以吃到我们在台南吃不到的东西。然后吃起来很可口，然后比较虽然吃起来比较清淡，最棒的是喝啤酒很过瘾。